こんばんは、塩の山の三枝クララです。昼間撮りたいんですけども、また今日も夜になってしまいました。今日もよろしくお願いします。もう寒くて寒くて、今ちょっと私ひらめいて、発泡スチロールにの箱、私最近ミミズを飼っているので、こう発泡スチロールの箱をいくつかこう貯めているんですけれども、発泡スチロールのにこうアンカを入れて足元に置いたら、おお、ちょっとこれはいけ、あったかい、おすすめです。それで昨日トランプについて私あげたんですところ、とてもちょっと厳しい不公表まあそれは覚悟で私昨日アップしました。今ね、日本の雰囲気、とてももうトランプに光を見出している方がちょっとあまりにも多いので、それはとてもやっぱり危険なことだよって、ちょっと黙ってられないなと思ってアップしたんですけれども、多くの人がこういうバイデンよりはトランプ、ヒラリーよりはこうトランプ、消去法の脳みそでこう考えているんじゃないかなって思います。で、私はクリスチャンですので、聖書の中の人々はがやっぱり積極的勇気とかね、そういうものをこうバトンタッチのリレーでずっとこう譲り、こうリレーのバトンをこうタッチしてきて、で今私たちはそのバトンを渡されている、この私たちが、ね、今いろんなマスメディアとかはもう私たちからこう勇気とかこう光をもう奪っていくことがもうとても多い中、こんな時、こんな時代だからこそ、私は積極的に生きることがとても大事だと思います。ノアの時代の前のこう私たちの祖先はもう普通にこう800年1000年近く生きていました。でもちょっとね、悪いことばっかりするようになったので、輪廻転生を早めて、こう私たちにこう魂のこうチャンスを与えるために、神様がノアの箱舟、ノアの洪水の時代にこう人の DNA をこう120年にしたということで、でやっぱり医学的にもこうストレスとか添加物とかこうそういうものがなければ、やっぱ今のこう現在人の本来の寿命は120歳だということなんですけれども、これだん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 ね、今こう時代がこう進んで進化していくと、神様がこの必ずこう科学的に120年っていうDNA にこういうセットされている、これ必ず徐々にこう息かもしれませんけども、必ずこれは外されます。その時に私たちの寿命はぐんと伸びていく。もうその時にこんなこう消極的に生きていってどうするんだって私は思います。かくいう私はもうあと1ヶ月ぐらいで60歳になります。で、9月から今年のですね、9月からピアノを始めました。ね、本当ならこう小さい時にやればよかったんですけれども、ちょうどこの秋に夫が、やっぱり夫もずっと小さい時の夢でグランドピアノが欲しかったんですけれども、夫がこうグランドピアノをちゃんと夢が叶って、お部屋にスタジオにこうグランドピアノが来て、でそれに伴って夫が5歳の時から使っていたアップライトピアノは私のところにこの秋来て、
それで、まあ、毎日練習してますけれども、私は本当はね、小さい時にピアノ欲しかったんだなって。でもね、やっぱ親の懐を考えると買ってって言えなかった。でもちゃんと神様もね60になろうとする今、ちゃんと神様は私にこうピアノをプレゼントしてくださった。でも私こうピアノをね、ここでちゃんと先生について習い始めましたけれども、そのピアノを習うにあたって、自分がもうね60になるとか、もういろんなマイナスのこうできない言い訳は、それは一瞬はよぎりましたけれども、でも私はやっぱりやりたいなるもんやろうとあとね、この YouTube も前から少しずつやってましたけれども、この間お話したと、今まで全部こうスマホこのスマホでちょこ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 してやってたんですけれども、もう最近やっとパソコンで編集とかもちょっとずつにも覚えながら、また大変なんですけれども、やり始めました。今日も主人に終わり方はないだろうとで、今日ちょっと今日の編集は音楽のフェードアウトちょっとやってみますけども一つ一つやってから始めるんじゃなくって、やりながら覚えていけばいいと思って、ちょっと見切り発車みたいでやりましたけれども、主人はね、よジャムセッションのホストをさせていただいてますけれども、やっぱりそういうところに連れてもらっても上手になってからそういうセッションにこう行くんじゃなくて、やっぱり自分でアクションを起こす、積極的に生きる、これとても大事だと思います。で、私たちはもう永遠の命を約束されていて、それはこの今地上の命に対してではなくて、新しい命のことで、あくまでこの地上は本当の光の世界で生きるこう前の、レッスンというか、前座というか、そういうところで私たちは今生きてますけども、そこで消極的に生きてどうするんだって思います。しかもこの消極的、いろんなね、ネガティブなこう例、反キリスト者たちはこう私たちからこう積極性とか光とか、あと個性もうどんどん奪っていきますけれども、もうそんなものと絶対もうくれてやらない私はそう思います。聖書では何て言っているでしょう。ちょっと有名なマタイの福音書新共同訳7章7節のから8節まで。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。もう門は叩かなければ開かない。で特にコロナ前とコロナ後の今の世界、一番私はこう変わっていくって思うことは、好きなことができる、
世界、こちらはだと思います。だからお金も必要ですけども、今はね、まあ所詮お金も反キリスト者が作ったもの、決してアメリカも大陸ではない、日本もですね、それはお金を見ればわかる。反キリスト者たちがね、こう吸った、私たち吸ったお金もドルも円も、彼たちが仕組んだお金を使っているわけですから。でも私たちのこのね、光とか私たちの好きなこと、自分が本当に何をしたいか、もうこの気持ちはもう彼らは奪えない。そしてこの自分が何をしたいかとか、この夢とか好きなこと、これからの時代、この好きなことをとことん積極的にやっていく、これがこういうその人にとってこの生きる力になる。コロナ前は好きなこととお仕事、もう好きなことはこう趣味としてこう分けられて、まあコロナ前はこう好きなことがないと定年後儲けちゃうよっていう捉え方でしたけれども、もうアフターコロナの世界はもう好きなこと、やりたいことがその人のお仕事になる。これが一致していない人はがこう辛い人生を送る。結構もう今私がやっていること、YouTube も楽しくやらせていただいてますし、まあ、いろんなこともどれも全部私好きなことをしています。だから好きなことをやっていると、本当にもう今はもう少しで12時になっちゃう、もうちょっとね、健康のためにも11時には布団に入りたいんですけれども、それでもやっぱり普通これ好きなことでなかったら、どんだけブラック企業だ、企業じゃないんですけど、どんだけブラックだって思うんですけども、もう私今やってることも全てのことが全部自分の好きなことなので、全然苦にならないっていうわけで、そう、最近私が主管してるクララ塾の方でも、やっぱり私ぐらいの年齢の方が2人、小さい時の夢、私体育の先生になりたかったんだって思い出してくださった方がいて、もうその夢に向かって歩み始めました。歩んでる方もいらっしゃいますけれども、本当に小さい時の夢、もう一回諦めないでこうやってみる、求めなさい、そうすれば与えられる。まだまだすみません、おしゃべり下手で、でもまた頑張ってやっていきます。そうだからね、ぜひこういう昨日のトランプの話ですけれども、私たちでこう消去法でこう政治家も選んでいくんじゃなくって、こう積極的にもうこの人ってこう選んでいく、こういうそういう世の中、もう一回私たちはこうリセットして作り直していかなければならないと思います。じゃあそれでは今日この辺で、じゃあまたね、バイバイ、おやすみなさい。